Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dreams. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind. I wanted her, I couldn't stay the same, so I stopped going down on Friday night. I stopped drinking with the boy. これ内装すごいな。わかります？これ内装。内張りね、全部買い取るのよ。赤い革かな？革張りに買い取るんかな？めっちゃかっこいい。しっかりね、セノプロのマークも入っております。やっぱりね、収納が多いよな。かっこいいトラックね、かっこいいプラスアルファ収納が多いんですよ。わ、こんなんつけてほしいわ、僕のトラックにも。三菱ふそうのトラック、ふそうのトラック僕あんまり乗ったことないですからね。スイッチ関係はね、こんな感じ。そうで、このトラックの場合ね、上に収納が少なくて、その分ね、下に収納が多いんですよ。多分これ一体が収納でしょね。ここ開くんかな。いて、指挟まれちゃった。いやー、ときめくわねえ。圧倒的なこの絵力、かっこいいな。いいね、このトラックで5分いけたな。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Something about the way you move makes me wanna feel your pull. Something about the way you breathe, baby, got me feeling like a bass, baby. It's just living, don't be saving, 'cause I just wanna get back to you.So let's not waste it. Have a kiss.
はい、今ねスカニアのトレーラーヘッド乗っております。もうねボタンがたくさんあってさ、わけわかめね、やっぱり違うな、海外メーカーやから。もうね作りがね全然違うんですよ。っていうのも運転席の横がねこんな感じで低いのよ。ここに立ってお着替えするんかな。で圧倒的にね、まあ、これハイルーフやからかな、高さが全然違うのよ。これ天井開くんかな。ね、天井開きそう。開けてみようか。高っ。すげえ高い。普通に立っとるんやけど、普通のハイルーフやったら、日本のハイルーフやったらこれぐらいの高さかな。30センチぐらい高いな。うわスカニア、スカニアええな。さあ、ここ天井開くんかな。わ、スライド式や。あ、網戸になってる、網戸に。うわもう作りが全然違う。あ、網戸が開いたわ。ビビった。壊したんかと思うた。ここは特に開くとかそういうのないやな。閉めとこう。壊したらいけんから。うわ、閉まなくなっちゃった。閉まらんくなっちゃった。いいわ。ちょっともう、触るま。圧倒的に高さが違いますね。で、ベッドが若干高くなったんですね。ベッドが若干高いんやな。これすごい快適。ベッドがね、ベッドがベンチになるんです。ベンチに、わかるかな、ベッドがベンチにもなっちゃう。圧倒的に室内が広い。あー、このトラックええな。ネスカニアめっちゃいい。かっこいいよな、室内の作りがさ。いや、かっこいいねえ。こういうトラックを担当させてもらったら嬉しいな。ありがてえやろうな。ほんで結構ね、収納が広いのよ。これ多分収納でしょ。ほら、収納が圧倒的に広い。多分こっちもそうやと思う。室内が広い分、収納もやっぱり広いのよ。で、収納がさ、収納か、ここだけと思うでしょ？ここだけと思うんやけど、実は、僕のこの後ろ、ね、ベッドの上、これもね、収納なんですよ。すごいな、圧倒的に広いわ、やっぱし。全部をね、有効利用してる。この空間を全てを有効利用してるわけ。これ全部収納ですからね。今入ってる荷物はさ、多分、しみじゅんさんの、ね、不自由よ、しみじゅんさんの私物ですね。これハンドルが違う。あ、これ今作りますね。すげえ。あ、収納の中に電気ついてるんや。ねえ。こっちもついてるんかな。ついてるわ。ねえ、ベッドの横も収納。わ、ベッドのとこになんかついてるで。エアコン関係かな。ねえ、ベッドから操作できるように。電気がついてる。もうホテルやな、ここ。ホテルみたいな環境や。こっちにも電気ついてるし、収納もあるし。ねえ、ほんで普通に立てるっちゅうのがすごいよな。僕がね、身長195センチありますんで、すげえ高えな。